大越さん、本当にダルビッシュ投手を中心にピッチャー陣がこう、輪になっているような雰囲気がありますよね。WBC のまだ前ですけれども、はい、ダルビッシュ投手の今回の存在感ってすごいですよね。はい、本当にそのまあもちろんその技術もそうなんですけれども、はい、そのリーダーシップというかその気配りという面でもいやこの人男を挙げたなっていうふうに思いますよね。短期決戦はチーム力が大事って皆さんおっしゃってますしね。うん、今日はこの宇田川投手がどんなピッチャーなのかというのをこの後お伝えします。はい、連日お伝えしている松坂大輔さんが注目する侍ジャパンメンバーの企画3回目の今日はその宇田川優希投手です。松坂大輔が侍ジャパンのキーマンに迫る。向かったのは去年日本一に輝いたオリックス。まずサイズ感がいいですよね。三振を取っていくイメージですかね。誰もがこう痺れるような場面で全くこうまた動じない宇田川投手を見たいですね。松坂が期待を膨らませるのは侍ジャパン初選出のプロ3年目宇田川優希。2020年育成ドラフト3位でオリックスへ入団。去年7月支配下に昇格すると19試合に登板し防御率0点台、チームトップの奪三振率をマーク。中継ぎの柱としてブレイクした24歳です。成長のスピードがすごいというか、こんなピッチャーがいたんだってもう去年見てもうびっくりしました。日本を代表するような投手になりたいとは思っていたんですけど、まさかの試合下上がってその半年でここまで来れるとは思ってなかったです。身長184センチの宇田川、ストレートは最速159キロ。その剛腕には3度のホームラン王山川穂高も目を見張ります。ゴーっていう、ストレートなんか鉄球投げてるみたいです。日本で中継ぎトップクラスだと思うので打たれないんじゃないかなと。だって鉄のボール投げてますからね。さらに松坂が注目する球種が非常にこう有効だったフォークボールなんですけど、僕自身も見て興奮しました。本当にすごかったです。宇田川のフォーク進化を発揮したのが去年の日本シリーズ第4戦。ワンアウト三塁のピンチでマウンドに上がった場面でした。外野フライでも内野ゴロでも1点入る場面なので、前に飛ばさせたくなかったなっていう、空振りだけ狙って三振だけを狙った宇田川。まずは大きく落ちる142キロのフォークで空振り三振。続く3番山田哲人に対し追い込んでからの5球目今度は145キロの小さく落ちるフォークで見逃し三振。チームの窮地を救うピッチングで日本シリーズ初勝利を引き寄せました。宇田川との初対戦を振り返った山田は想像以上にすごくて、手も足も出なかったですね。まっすぐめちゃくちゃ速いし、フォークストライク入るし、打てるイメージがしなかったですね。ちょっとすごいいいピッチャーだなと思いました。剛速球に加え打者を翻弄する2種類のフォーク、これが WBC でも大きな強みになると松坂は言います。アメリカでもなかなか見ることができないフォークなので、特にこう宇田川投手はリリーフでパッと出てきた時に初見では対応できないボールだと思うので、
国際大会では武器になると思ってるんですけど、宇田川投手にとってその自分のピッチングにおけるそのフォークの存在っていうんですかね、フォークがあってのまっすぐだと思ってますし、まっすぐがあってのフォークだと思っているので、すごい大事な球種ですね。もう覚えたかったな、現役の時に。慣れない WBC 球にも徐々に対応してきた宇田川、人生初めての日本代表として大舞台に挑みます。やっぱりここぞという場面では栗山監督は、宇田川投手を結構起用するんじゃないかと勝手に思ってます。それにしっかり応える自信はありますか？あります。周りのトップレベルの選手たちに負けないように、僕も自分の実力を発揮してフォークで三振を取りに行けたらいいなっていうふうに思ってます。私先日オリックスのキャンプでブルペンの投球見させていただいたんですけど、本当に今までにないであろうほどの注目の中でも、本当に一球一球丁寧にキャッチャーの方とコミュニケーションを取って納得がいくまで丁寧に投げている姿っていうのがすごく印象的でした。初の日本代表の舞台でもフォークが冴えることを応援しています。さあ明日は松坂さん取材、守備のキーマンお伝えします。